危ないよ。早く座ってください。座って危ないから。腫瘍だと、で妊婦腫だとしたら2、3ヶ月で繰り返してくる、それを下げていく過程で繰り返してくるので、妊婦腫だった時は遮光眼帯の選択肢があるんですけど、本来まあ一発目で抗がん剤使う妊婦腫かどうか診断しに行くんですけど、内視鏡して妊婦腫だったらもう抗がん剤入って、今ステロイドを一回かませたので、妊婦腫がステロイドをかませるとちょっと抗がん剤の効きが悪くなったりとかするんですよね。で通常妊婦腫って抗がん剤使い始めると1年ぐらい余命を延ばしたいんですけど、それがちょっと悪くなったりするとやっぱりずっと短命になっちゃったりすることがある。座ってる方は座っててください。